おはようございます。いやー、ついにこの日が来ましたね。卒業式の日。まあ明日卒業式があるということで、まあ北海道に今いるんで金沢に移動して卒業式を迎えようかなという、思っております。まあ今日と明日が大学生でいられる最後の日になってるっていうことでね、しっかりと噛み締めていこうかなというふうに思います。さあ今新千歳空港に着いたんで、ここからジェットスターでとりあえずチェックインしちゃえばこっちの勝ちなんでね、とりあえずね、うん、かっこよくねチェックインかましていこうと思います。うわ、どうも。あ、でっけ、声でっけ。あれ、生き別れた兄弟やな、多分な、あの感じが。チェックイン完了しました。搭乗まで30分あるんで。とりあえず浅草から夜行バスなんで、とりあえず浅草まで行きたいと思います。すごい。ちょっと今困ってる外国人がいて、押上げ機どこっつってね、出川イングリッシュよりひどい英語でね案内しました。なんかやっぱ英語喋れないとこんなにも不自由なんだなっていうのを感じましたけど、いやちょっといい経験でしたねこれね。あのインドネシア人とチェコ人の方だったんですけど、しっかりチャンネル登録してもらいました。多分一つもわからん、うん、はい、バスに着きました。この金沢まで行くんで、しまっしご最高。あ、パーキング着いた。どう？三好。夜行バスあるある。自分の乗ったバスどこかわからない。今その現象。どれだっけ？来ます死後。あたたたた。来ますよ。じゃあ帰ってきました金沢。おかえり。眠いよ。いや申し訳ないね。こんな早くに長旅だったそれも、うん、今日頑張ろうね卒業式。頑張ろう今日は。卒業式行ってまいりたいと思います。人浅草ぐらい多いわ。はい、じゃあ卒業式行きます。行ってくるぜー。座れてくるこれ。来場者数出ない。来場者数ないそういうの。うちのゼミ長です。西です。ゼミはよくまとめました。あんま自分で言わんよ。第二希望だし。あ、言うな。どうも、はい、斉藤です。斉藤です、うん、めちゃくちゃなこと言ってました。いや一番真面目にやってる。一人ゼミ長いないけどゼミ面です。どれどれ。
ピンチを救ってきた天才の小さな巨人いないだろそんなやつ。Go!
せーの、せーの、せーの。撮影者星山でした。はい、ということで、星稜大学卒業しました。なんとか、ね、最後やっときたいと思います。あ、やだ、好きやのやつだ。好きや。同期サッカー部で最後の語りします。戦うぜ、こっから。よっしゃ、はい、お酒準備できました。私は今日まで生きてみました。帰ります。君は誰かの力を借り、時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。あ、ロスロじゃなくていいよ。私は今日まで生きてみました。はい、練習から帰ってきました。今日は結論から言うと、練習に参加することができませんでした。第49回サッカー教育大会。生きていました。そして今私は出るのかこれ、思っています。ぶっ飛ばせかい。明日からほら生きていくだろうと。私は今日まで生きていました。いややべえことになったぞ。おい、かなりやばい。本当にかなりやばい。深刻な状態。ガチで起きろ、ガチで起きろ、ガチで起きろ。本当にガチで起きろ。本当に危ない。それはおそらく自分というものを知るところから始まるものでしょう。けれどそれにしたってどう変わってしまうか。うわ、アシスト。そうです、わからないまま生きている。明日からもそんな私です。私は今日生きている。勝ちたいって気持ち、決める気持ち、絶対勝つ。危なくても文句言わないから、自信持って蹴ってくる。決めるんだ、まだ止めてくれるから。 OK、勝つんだぞ。行こう。いくぞ。はい、ということで自宅に帰ってまいりました。卒業式が終わって学生が終了しました。もう新チームでのね、練習も始まってるんで、まあもうね、気持ちはしっかりシフトチェンジして、まあ第2章畠山のサッカー人生を、まあ、より良いものにねしていけるように、コツコツと、頑張っていこうかなというふうに思います。
まあ、本当にねこの大学4年間は、まあ、人生の中でもね大きな節目の4年間だったんじゃないかなっていうふうに思います。これからもさらに成長していけるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。今日の動画はこれで終わりたいと思います。僕の SNS ですね、概要欄に貼っておりますのでそちらからフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。